遅くに、皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、7月の30日、夜中の1時33分公演で、話させていただいています。まあ、ボリュームを上げて、聞いていただけたらなと思います。先ほどスケボーの大会が終わりまして、まあ、日本人選手の方が、金メダルを取りましたと。まあ、まあ、柔道の試合が終わった後、まあ、チャンネルをつけてアメリカの選手が、まあ、スケボーを滑る瞬間だったんですけども、その時点で誰が何位で誰がどれぐらいの得点だとか全然分かってないんです、こちらとしては。で、まあ、他の試合をいろいろ取り組みながらテレビのチャンネルをこうコロコロ変えたりだとか、まあ、インターネット上の、例えば、フェンシングの試合で、まあ、とある選手へ、まあ、頭の中を送り続けていて、勝ったりだとか、それもちょっと名前を間違えただけで、相手の方に、得点がいってしまったり してしまうんですね。まあ、状況はその5回最後トリックで、滑るトリックで滑ると言ったらいいんでしょうが、スケートボードの世界で、まああいった演技の中で誰がいつ滑ってるかわからないで、正直日本人選手に頭の中を渡さなければ、まあ、勝てないんじゃないかだとか、まあそういうふうなことをいろいろこちら意識するんですね。で、まあ白井選手でしたっけ、白井空選手でしたっけ、まあ、彼の時には、まあ、しっかり天の神様への安全のお祈りと淡井圭介本日も遊んでいませんと、まあ、そのワードで、まあ、もしかしたらご家族さんが頭の中を渡しているかもしれませんけども、まあ、94点台の、まあこけないで、しっかりとした演技ができていました。まあ、その後、まあ、柔道の方の3位決定戦、男性の方の、まあ、橋本選手の試合に取り組んでいました。で、まあ、橋本選手も試合中、まあ、相手選手が指から出血していまして、それで、まあ、試合中、まあ、こういうふうに審判の方に相手選手、指怪我してますよということを、まあ、伝えて、まあ、途中で試合止めて、まあ、治療行為に、まあ、対応したりだとか、まあ、紳士的な、試合をされていました。で、まあ、その試合が終わった後、まあ、アメリカの選手が多分状況としても僕もまだ全然分かってないんですけども、多分およそなんですけども、そのアメリカの選手が1位争いをしてたんじゃないかなと思うんですよ。で、まあすごい演技ができた場合、得点がまあどうなってたか、僕も得点の集計の仕方自体が分かってないんですよ。で、まあ邪魔しないようにっていうことは意識はしていたんですけども、その後日本人選手が、その5回目の、滑りを、行うんじゃないかと。こう思って取り組んでるんですよ。で、だからまあ今までのその日本人選手の時もそうなんですけど、やっぱりテレビをつけるのが遅かったりとかして頭の中、しっかり、まあ、渡せてなかったりだとか、まあ、渡してる途中にこう言葉が聞こえてきて、それに対応しなかったりしなければならなかったり、まあ、そういうような状況の中で取り組んでましたので、もうほとんどおよそで、まあ、テレビもこう電源のボタンを押してからつくまで、ちょっと時間かかったりするじゃないですか。でそれ込みで、もう演技終わったんじゃないかなと思って、電源つけた時がちょうどアメリカ人選手のその、まあ、多分最後の滑りだったと思うんですけども、まあ、転倒という形で、まあ、他の他国の選手でもそういったケースがただ見受けられてたんですけども、形的にこちらとしても、まあ、
弁明という形といいましょうか、まあ、あのこちらの状況として、まあ、もう分かってるっていうことをおっしゃっていただいていた。でこれ神がかり的な力でもその、まあ、ご理解していただけてるっていうのは分かっています。こちらとしても、まあ、大変、まあ、申し訳ないことしたなと、まあ、ただしその神がかり的な力で言いますと、多分あの4位のその白井空選手が押し上げるような形で、1位の堀井選手で、2位3位、銀メダル銅メダルアメリカの選手っていう形に、なってると思うんですね。で、まあ、その辺のところで、まあ、平等性みたいなことを、実現している、まあ、これは他のオリンピックとかでも多々見受けられる現象なんですよ。で、まあ、あのそういったところもいろいろ検証していただけたら、まあ、僕も自然とそういうふうにあの動いた方だと思います。その次、まあ、日本人選手の、番があるんじゃないかと。だから早め早めにチャンネルつけなかったら、まあ、多分 このタイミングでつけたら、まあ、飛び終わってる頃じゃないかなという形で、一応テレビはつけてるんですけども、まあ、残念ながら、滑り終わった後じゃない。で、解説席から聞こえてきた日本人のその解説席にいらっしゃった方からの声は、汚い方になってしまいましたか、というような、まあ、声が聞こえて、きまして、まあ、こちらとしても、まあ、正直、ちょっとまあ、気まずい気分と、まあ、ただ、その後の順位の出方を見ると、多分もう自然的にそうなってるんだろうなと、まあそういうことです。まああの、まあ仕組み自体他の選手の時もそうですけども、言葉のワードもその普通に見てる時、敬語で、対応しなければならなかったり、その演技中にその敬語の言葉のワードが長くて、それを、そこまで言葉をこう作る頭の中に言い出せるまでに、まあ、心の声と言いましょうか、それがもう追いつかないっていう状況でしたので、まあ、とにもかくにも、取り組みにくい、状況を、まあ、皆さんに、まあ、大変、まあ、ご迷惑をおかけしてしまってるなというのが、今回のスケートボードの、まあ、私の、まあ、感想です。で、まあ、あの堀井選手、金メダルおめでとうございますと、だからまあ私たちでもテレビをつけるべきだったのかつけないべきだったのかで、これすごくよく、ま、あのただこの間も悩んでたんですよ。この間昨日、やっとなでしこジャパン、まあ、日本時間の日付で昨日と言わせてもらう、まあ、日本時間の日付だと、まあ、昨日ですね、なでしこジャパンの試合途中からの参加で 1-0 でブラジルの選手の方たちがリードしているところを、まあまあ、なんとか逆転できたっていう形なんですけども、まあ、あのそれまでのバスケットボール男子バスケットボールの試合だとか、他の試合とかもそうなんですけども、途中参加からで、複数 あの方たちが競技するその種目で全く勝ててなかったんですよ。だから僕はテレビを見るべきじゃないのかなとか、あの途中からの場合は。で、まあそういうふうな形で、まあ、随分あれこれ、まあ悩みながらも、やっとこの間、なでしこジャパンの試合で勝てたというところで、まあその辺のところもけども、正直あの選手の方にも聞いてたい部分もあるんですよ。ブラジルの選手の方に。そのペナルティーエリア内で強引にあのボール、手で止めに行った方なのかどうなのか、まあ、ただし、うん、まあ途中も、うん、日本人選手もそのテレビのチャンネルつけてから、頭の中を供給して、で良いシュートしっかりとゴールの枠の中に、難しい体勢からシュート打って、打ててるんですよ。で、まあ、ただしキーパーの真上っていうところで思いっきりジャンプすれば、まあ、まだなんとか届く範囲でもあると、もう少し左右どちらかに、あの高さでボールがいってたらもう人間のその反射速度で、まあ、追いつかないっていう形にはなるんですけども、まあ、
ほとんどノートラップのボレーシュートのような形、ワントラップからのボレーシュートですかね。まあ、もう体反転しながらなので、もう十二分に、素晴らしいシュートだとは思うんですけども、まあ、まあ、最終的に、同点のところの場面で PK、も取れて、で、同点になって、その後、まあ、長距離からの、シュートですね。それも、ちゃんとゴールの枠の中に、行ってると。まあ、そこは頭の中が供給できてるからこそ、ゴールの枠の外に、行っていないっていう状況で、まあ、そのブラジルの選手の方に、いろいろこちらへの気遣い云々とかで、まあ、強引にハンドしに行ったのかどうかだとか、まあ、そういうこともまあ、知りたくはなるところでもあります。まあ、何も一人で対応してるような気もしますし、そうじゃないような気もしますし、まあ、なかなか、まだこの後、種目、まだまだありますので、まだ、本日も、頑張っていきたいなと思います。アメリカの、最後の滑走の方だけじゃなくて、今回スケートボード、参加された方たち、他国の方も含めて、日本人の方も含めて、まあまあ、どちらかというと、トータル的に見ると、こかしてしまってるっていうような、印象が、まあ、私の中でありまして、まあ、それは事実であろうなと、こういう部分がありまして、皆さん、大変、ご苦労様でございました。まあ、こういうふうな、システムですので、まあ、深くご理解していただけたらなと思います。ということです。皆さん、どうもお疲れ様です。